皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美由紀です。月曜日のこの時間は植草美由紀の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。本日もご相談寄せられておりますのでご紹介いたします。ラジオネームはルート66さんから。植草先生こんにちは。毎日動画楽しく拝見させていただいております。30代前半の男性です。私は今交際約3年の彼女がいますが、一部価値観や性格が合わず結婚に踏み切れません。彼女は大学院卒の会社員で、もうすぐ30歳になりますが、同じ年齢の方よりも依存心が強く、私や知人に何事も相談してきます。彼女は決断する前にいろいろと調べて、他の人に聞く習慣があるため、その台風の目の中心に私がいるのです。例えば彼女の大学院時代、就職活動は随時私に相談してきました。彼女は時間管理や優先度を決めることが苦手で、自力ではとても完遂できない状態でした。その結果、優先順位やスケジュールの管理、エントリーシートの添削を私の方でしてあげました。他にも英語の勉強方法や履修科目の宿題も随時共有、質問があり、彼氏よりかは秘書、家庭教師のような時間が長いと感じていました。彼女の困りごとを彼氏がサポートするのは普通だとは思いますが、彼女の場合は段違いで、就活期間中、私の仕事が終わった後や週末は基本彼女の就活をしていました。このことで喧嘩になったことはあったのですが、他の子も彼氏に手伝ってくれてるから私だけじゃないと言い返されました。その後彼女は無事就職卒業できましたが、就職先でも仕事の相談が絶えず、退社後は職場での出来事や相談、週末も彼女の仕事の改善などをたまにしています。サポートにより私自身も成長機会を失っていると悩む一方、彼女への投資で彼女に成長してもらいたいと思う気持ちもあり、ジレンマを感じています。彼女は愛嬌があり、笑顔が素敵で天然で可愛いところが好きです。彼女は豊かな家庭ではないのにもかかわらず、大学院まで入って大手企業に就職できた点は尊敬できますし、コネクションを作ることやコミュニケーション能力は私よりも優れているところがあります。また将来は会社員に向いていないので、 YouTuber やフリーランスになるビジョンを持っていて、絵に描いた餅などのところもありますが、夢を持っています。そんな彼女を支えてあげたい一方、私自身が過労になるのが心配です。チャレンジするのはいいのですが、周囲を巻き込みすぎている気がします。子育てとフリーランスの両立は大変で、どこまで旦那さんの役割を期待しているのかが分かりません。夫婦は共に支え合うのが理想ですが、2人の場合、私が彼女にお願いすることは少なく、彼女の偏重の生活になっているような気がします。彼女が私にしてくれることはもちろんありますが、少ないと感じます。不公平に関して不満を言うと、彼女は私が損得で考えて愛が足りないと思い喧嘩になります。植草先生から見て、2人の結婚をするのは強か吉か、また関係を改善する方法があれば教えてくださいという30代前半の男性からの質問。はい、はい、とっても彼は面倒見がいいですね、はい、そもそも、はい、で面倒見が良くないと頼ってもくれないしね、うん、女性の方も、はい、で珍しいですね。頼りがいがあるタイプなんでしょうね。今時ね、こんな頼もしい方いないもんなんかね、逆の質問というか、頼りない彼とね、しっかりしている彼女っていうのは聞きますけど、うん、だからこんなに頼られて、うん、まあ羨ましいというかね、素晴らしいですよね。ねえ、まあ、彼女も頼れるからどんどんね、うん、そうそう、いろいろ、うん、期待してるんでしょうし、そう、まあ、お兄さんみたいに思ってるでしょうね、うん、そうでしょうね、はい、で、まあ、あと甘えもありますね。言っても言えばやってくれる、うん、だから頼っちゃおうっていう、まあ、甘く思ってるのもありますけれども、お兄ちゃん的な感じですかね。そうそうそう、まあ、吉か凶かっていうのは答えられませんけれども、はい、答えられませんけれども、そもそもなんですけどね、はい、彼が思ってることをご本人に言ってるかなっていう気がしますよね。それについてですよね、うん、そう、喧嘩になったことがあるって言うけど、うん、はい、喧嘩で終わっちゃダメで、はい、
そこについて彼女がどう思ってるかコンコンと聞いてもいいのかなとは思いますよね、うん、はい、でもうちょっとスケジュール管理ぐらいは自分でできないと後々困るよとかね、うん、はい、でやってあげるんじゃなくて教えるですよね、次から自分でできるようにね、そう、できるようにしていかないと、おそらく将来お子さんができた時に、はい、自分のスケジュール管理もできないのに子供さんのスケジュール管理できないですよね、うん、PTA のこととかね、そう参観、授業参観のこととかね、そうそう、あと稽古もできますよね、うん、あと近所の子なんかね、いろいろゴミ当番とかそういうのとかもね、いろいろ家族を作るといろいろあるので、うん、1人子供さんがいればね、はい、自分と1人で2倍、はい、でもう2人子供さんがいると3倍ですからね、うん、で大体ママたちってご自身の手帳ありますよね、はい、そこで、色分けしてるんですよ、ご自分のをペンでね、うん、ご自分の予定は例えば、ブルーとか、はい、で長女さんがピンクとか、うん、で次女さんがグリーンとか、はい、っていうふうに色分けしてぎっちりスケジュール管理するのが、うん、ママの役割、はい、なので今日ご相談いただいたルート66さんの彼女は、はい、それがおできになりそうもない気配だと、うん、自分のこともできないですもんね、そうなんかそこはね悩んでるよりも、うん、できるように教えてあげる、教えてあげる、うん、それをやらないといつまでもいつまでもやり続けて、子供さんできたら子供さんの分もやらなきゃいけない、はい、っていうことになると今日になっちゃいますね、吉、うん、じゃなくて今日になる、ね、うん、だから吉にするのか今日にするかはご自身自身ですよね、なるほど、うん、はい、だとこの方が決める、そう、うん、ご自身で決めて、うん、教えてで成長してくれればいいし、うん、教えても全然乗っかってくれないし、はい、何も覚えようともしない、もうそれめんどくさいもんやってよとかね、うん、だったら考え直してもいいかも、よくこう自活した女性で、うん、全然自分に頼ってくれなくてこう君は一人でも生きていけるよみたいな、はい、うん、ことでよく聞くじゃないですか、うん、はいはい、それは多いですよね、そうですよね、うん、ルート66さんが例えばじゃあこの彼女と別れた時にね、うん、はいはい、そういう自活している自分で何でも相談なしにバンバンやっていく方と付き合った時にどう感じるかっていうのもありますよね、うん、すごいギャップだと思いますよ、うん、あれは何だったの、最初は楽でもね、こう彼女がなんかいろいろ聞いてくれた、彼女って可愛いなってもしかしたら思う時があるかもしれない、ね、うん、あとねこれだけスケジュール管理までねさせてくれちゃう、逆を言うと、はいはい、させてくれちゃうんだから彼女のすっぽり分かりますよね、何の思ってること、あれもないですもんね、うん、ガラス張り、はい、ガラス張りだから疑う余地も何もないです、浮気の心配もないしね、何もない、何もない、うん、で全部スケジュール管理してるってことはその主導権を握れるわけですよ、はい、で好きにこうしなも言える、はい、ああしなこうしなも言えるから、うん、そういうことが好きな人だったらこういう悩みは出てこないんですよ、自分の彼女が、うん、いつ何時どこに行って何を食べて、うん、誰と会って、管理したい人いますよね、でそういう方だとこういう彼女はぴったりなんだけど、うん、はい、ルート66さんそうでもないんだったら、うん、まあ、あまり合わないかなっていう気はします、うん、自分のことでも手一杯なのに彼女のことまでやって、なんかちょっとそう、なんで俺がここまでっていうような感じです、ね、優しすぎるのもありますね、うん、はい、いいよいいよって言っちゃうから、はい、どん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 お仕事が増えちゃって、これ仕事ですからね、はいはいはい、増えちゃって自分の成長も見られないっていうおっしゃってるぐらいなんで、うん、ご自身の時間も少ないでしょうね、うん、だから彼女ももしかしたら作戦まではいかなくても、うん、その彼に頼る女性の方が可愛いからね、うん、あえてそういうふうにしてる可能性もありますよね、うんうん、でもやりすぎ、まあまあね、もうちょっと自立してよってね、うん、はい、なっちゃうと思うので、もうここはもう向き合って、うん、本音で、はい、こことここはできるようになってほしいよとか、うん、で彼女は彼女でね、そのもっとやってる必要もいるもんとか言っちゃってますけど、はいはい、だいぶ幼稚なんでしょうね、うん、どこどこのどこ何々ちゃんの彼氏はやってくれるとかね、だから聞いてるとね、可愛いですよ、可愛いけど、うん、ちょっと幼稚っぽいかなっていうね、はい、ところがあるので、やっぱりこう、恋人って支え合うものだから、この支えてる側がずっと支えてきれないね、ぐしゃんってなっちゃったらバタンって両方倒れちゃうんで、はい、なのでそこら辺をね、もう少し思いやって、彼女にはね思いやってほしいなとは
思いますけどね。まあね、彼もね優しそうなタイプだから、うん、なかなか言い出せないでしょうから、ね、まあ、この YouTube でもね配信してるので、はい、見せてあげたらいいんですよね、うん、これ僕の相談みたいなね、うんうん、そう思いますよ。そしたらもうなるほどなるほどってね、うん、分かってくれるかもしれない。いい話し合いの機会ができますよね、うん、あとはまあね改善っていうのはとにかく向き合うことなんだけど、うん、お友達とか4人とか、まあ、今ねコロナ禍であれですけどこう会って人の意見も聞いたりするのもいいですよね、はい、うん、お友達を含めてダブルデートとか、はい、あ、なるほど、お友達カップルとかと一緒に4人で、はい、4人でお会いしてうちの彼こうなんだよって僕の彼女こうなんだよとかよく言いますよね、うん、はい、でそういう話を聞いてあれ私頼りすぎかなって思ってもらうのも一つだし、確かに。でもこの彼女この人連れてきそうですよ。何々君何々ちゃんの彼氏はもっとやってくれるっていう人を連れてくる、うん、なるほどねそうそうそう、だからもっとルート66君やってよ、ね、みたいな、はいはいはい、うん、そしたらもうしょうがないから戦略的に彼のお友達、そうね、ね、彼のお友達で自立したしっかりした女性とお付き合いをしているカップルに、うんうん、登場していただく。で、4人で、ね、食事一つでも違うでしょうからね。違うと思いますよ。もう取り分けるだけで多分変わってくるでしょうからね。そうそうそう、女性の方がねもしかしたら海外しくサラダを取り分けてみたり、お料理何取る、うん、って言ったりね、はい、どんどんドリンクを出したりね、そう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 、うん、そういうお姉さん的なね、はい、そのしっかり者の女性というか、うん、気が利く女性、はい、でそういう方をこう目の当たりにしたらもしかしたら気持ちも変わるかもしれないね、こういう風にならなきゃなっていう風にね、うん、はいはい、今も自由奔放、誰にも何も言われない、うん、親御さんにも言われないしお友達にも言われないし、うん、好き放題好きにしてらっしゃるから優しい彼氏の元でね、もうどうにも止まらないっていう感じになってるじゃないですかはい、はい、そうですね、まあね、はい、その決断する前にねいろいろね、はい、やってね、うん、そのダブルデートでも何でもしてそうそうそう決断ねしていただけたらと思います、はいはい、では植草先生はたくさんのコラムを書いておられますのでご紹介いたします、はいはい、東洋経済オンラインからは激変日本の結婚、講談社ウィズオンラインからは婚活戦略女子、こちらは毎週水曜日に記事がアップされます、はい、その他朝日新聞、テリング、ヤフーニュースなどでコラムを書いておられます。そしてニコニコ動画始めました、植草美幸の恋愛婚活学チャンネルです、はい、こちらは各週木曜日、はい、各週木曜日ですね、はい、で皆さんの質問も同時に、はい、こちらで見ることができて、それに回答もできますし、事前にこの番組のように事前にお手紙お便りを寄せていただいてそのことについて回答することもできますので、非常に有意義な1時間、うん、リアルで帰ってきますもんね、すぐにね、もうライブですからね、ぜひね楽しそうにやってらっしゃいます、あ、そうですか、はい、はい、では登録してご覧ください、はいはい、そろそろ時間ですね、はい、ではまた来週この時間をお楽しみに、ごきげんよう、さようなら。